次はセクション3なんですけど、合成関数についてです。で、もちろんながら合成関数っていうのは高校の時に習った話なんだけど、ものすごく大切なところで、実のところ一部の人、そこのところ高校の時に消化不良になってた人もいるから、ここで説明しておきましょうということです。まず y イコール fx という変数が x の関数。変数っていうのはここに見えています。で、もう一つ、z イコール gy。で、これは変数 y の関数ですね。変数っていうのはここにある。だから、ここの y とか、x とかに、具体的な数値を代入すると、何か違う数値が対応するという、そういう仕組みが与えられているとしましょう。で、その時に、関数 f と関数 g の合成関数というのが定義できます。ここ別に fx と書いてもいいんだけど、gx と、あ、違う、gy と書いてもいいけど、対応規則 f とか g が関数の本体だよって言ったから、このような書き方をしています。それで、合成関数ですけど、どんなものかっていうと、x というものがあったら、まず、関数 f で送ってあげます。そうすると、fx というのが出てくる。で、この値っていうのは、変数 y というものがあって、その y に代入してくださいっていうことだったから、ここ y のところに fx が代入される。で、次、これを g で送るわけですね。関数 g で送ってあげると、g カッコ y になるけど、y の値は fx だったから、これ。今度はこの値が対応する。で、その時、x に対して一気にこの g カッコ fx、これを対応させるような関数を f と g の合成関数と言います。で、記号としては g 丸 f と書きます。で、これなんか、f と g を合成してるのに g 丸 f って、これちょっと順番おかしいんじゃないのかなと思うかもしれませんが、普通は、ちょっと教科書は違うんですけど、いろんな文献を見てもらったらわかると思うんですけど、多くの文献ではこのような言い方をします。それで、関数 g 丸 f の、点 x における値っていうのは、どうなってるかというと、G カッコ FX カッコ閉じる。このようなものになってる。だから別にこの何ていうか書き方変じゃないですよね。もう一回別の書き方をすると、G 丸 F という関数があって、そこの X における値は G カッコ F カッコこれにする。このように G 丸 F という記号を定めた。G 丸 F っていうのが関数の名前です。もともとは F とか G とかそういうのが関数の名前だったんだけど、新しい関数 G 丸 F っていうもの、これで一つの名前です。で、こういうこの関数は X をというものを特定の値を決めると右辺のものが出てくる。こんなものです。そういう記号ですね。これが合成関数ってやつです。別にこれ変な特別難しい話ではないように思います。それでは次のページに行きましょう。で、具体例を見てみましょう。で、この具体例がすごく大切です。関数 y イコール e の x の2乗。こういうふうな関数を考えましょう。で、この関数、少しだけ式が複雑に見えるんだけど、ここで、次のようなことを考えましょう。この x の2乗が、もしも一塊のこの丸っていう、記号だったとしたら、x の丸乗ってなって、式が簡単になりますよね。より単純な関数に見える。だから、例えばこの x の2乗のところを、新しい変数、今までと違う変数だから u とか、全く関係なさそうな新しい文字 u で表現することにしましょう。そうするとどうなるか。
x の2乗イコール u と置きましょう。そうすると、元の関数は y イコール e の u となります。そうすると、これ式がもともと1個の式で表現された関数だったんだけど、2つの式に分割されて、しかも当然ながら定義から u の部分をこの右の方の関数のところに代入してあげると、元の関数が出てくる。で、これが、つまりこれ合成関数として表現できたことになります。で、合成関数として書くっていうのはこういうことなんだけど、それを、まあ、合成関数、どちらかというと、集合の言葉とか、そういうふうにきちっと言ってたけど、現実的に使うときはこんなふうに考えてます。塊としてそこを新しい文字としておく。そうすると式が2つになる。そうすると、よりそれぞれの式を見ると、より分かりやすい関数に分割されていると。これがまあやりたいことなんですね。で、対応規則としてはどうなっているかというと、まず1つ目の関数で x を代入したら、x の2乗が送られるということになっています。で、x の2乗は、まあ、この u という変数にこう代入するということになっていて、で、次2つ目の関数で送る。そうしたら、この e の u 乗を考えるわけだけど、e の u 乗は結局それ x の2乗になる。全体として見ると、これ、与えられた関数が実現されているということなんですね。これが合成関数として記述するという話です。で、改めて形式的に、まあ、今のはどちらかというと、頭の中というか、実際に考えているプロセスだったんだけど、最初の関数が合成関数として書けるっていうのを、まあ、形式的にまとめてみましょう。以上より、y イコール e の x の2乗っていうのは、u イコール x の2乗っていう関数と、y イコール e の u 乗という u に関する関数の合成関数であると。こうなってるわけですね。で、だから当然、このだからもう一回言うと、u っていう文字があるけど、それを u のところに代入すると、元の関数が得られてる。で、実際、定義に従って考えても、ちゃんとこれは合成関数にもなってると。ちょっと感覚的なところと、実際定義を満たしてるっていうのをチェックするには、ちょっとだけ乖離があるけど、まあ、こういうことなんですね。で、それでこう、まとめのところとしては、合成関数っていうのは、実のところ、与えられた関数をより単純な関数に分解するために使ってます。で、その単純なものを合成したものとして表示すると。こういうのが微積で行われることです。なんでそんな単純なものに分けるかというと、単純なものに分けておくと、後でその関数の微分をしたいときに、単純なものに分解して、それぞれの微分の掛け算として表現することができるっていう合成関数の微分公式があるから、それを使いたいと。そのために関数を分解しているということです。まあ、こんな感じですね。で、ここのところもものすごく重要で、当たり前のことであって、高校のところの範囲であるんだけど、消化不良の人が一部いるから解説しました。よいしょ。で、次は、微分係数と同関数って話ですね。で、ここも、すごく分かりにくいところで、高校の時に習った範囲ではあるんだけど、しかも計算もできるんだけど、難しいのはその意味合いのところがちょっとだけ難しい。まあ、そこのところ、重点を置いて、意味合いのところに重点を置いて説明しましょう。関数 fx がまず与えられたとしましょう。で、まあ、関数のグラフがこんなふうに書けたとしましょう。で、今、x0、とりあえず1つ点を取ります。定義域はこの、x 軸のところのどっかだから、で、その定義域のところから x0 を1個取ってくる。で、それ以外の、x1 っていうのを、まあ、どこでもいいから取っていきましょう。
で、その時考えたいのは、まあ、関数の X0 での周りでの関数の変化の様子を知りたい。その時どうしたらいいかっていうと、実のところ、対応するグラフを書いて、X0 に対応する点と XY に対応する点を考えて、そこを通る直線の傾きを考えたらいいというのが一つ結論なんですね。はい。で、その、とりあえずまず傾きを求めてみましょう。傾きを求めるには、まあ、ここに直角三角形を考えて、そうすると、底辺の長さは x1-x0 になってます。で、高さは fx1-fx0 になってるということなので、まあ、正確にはこれ三角形書いてあるけど、これ符号付きで考えなくちゃいけない。実際に。位置関係によっては、このマイナスの値が出てくるけど、まあ、分かりやすさ重視のために、ここではこう分かりやすい絵を描いてます。まあ、ともかく直線の傾きは、ここに書いてあるようなものになります。分母のところが x1-x。で、分子のところがこのようになると。いうことですね。で、まあ、この直線の傾きなんだけど、これは何を表してるかというと、関数の変化の割合を表してます。つまり、x0 での関数の値っていうのは fx0。で、x1 の関数の値っていうのは fx1 なんだけど、まずどれぐらい変化率を表してます？だから、この直線の傾きの分母のところは、x0 から x1 に行ったときに、どれぐらい関数の値が変化してるかっていうのを表している。で、そして分母のところは、変数 x の値がどれぐらい動いたかを表している。だから、直線の傾きという幾何学的なものは、関数の言葉で言うと、関数の変化の割合を表していると。そういうことなんですね。で、定義をしましょう。で、何をするかというと、今度は x1 の方を x0 に近づけるんですね。そうするとどうなるかという。で、それを点 x0 における微分係数と言います。はい。つまり y イコール fx の点 x0 における微分係数とは、先ほど書いた直線の傾きの式のリミットです。で、リミットはどんなふうにとってるかというと、x1 からそれを x0 に近づけたということです。当然ながら、x1 は x0 と等しくないようにしなくちゃいけない。なぜならば、リミットを取るときに、このリミットを取る式が、分母が0になったら困るからですね。まあ、それはいいとして、このリミットを微分係数と言います。で、幾何学的には、これは何を意味しているかというと、関数の変化率の点 x0 における瞬間的な関数の変化の様子を表しているけど、幾何学的には、ここですね、ここの接線の傾き、まだ接線で定義してないけど、ここの直線があったとして、それの傾きを表してます。で、それをどんなふうに書くかが問題で、通常は f'x0 と書くことが多いです。でも、違う書き方もして、dfdx って書いて、それの括弧 x0 と書いたり、dydx と書いて、まあ、それの x イコール x0 の値と書いたり、まあ、いろんな書き方がありますね。で、これ、いろんな書き方をすると、どの書き方すればいいんですかって質問をしてくる人がいるんですが、その質問はナンセンスで、ある文脈ではこのように書くと、きれいにいく。例えば、ダッシュという記号は、記号がわかりやすいから、計算するときにはこの書き方をした方がいい。一方で、理論的な考察をするときには、
微分係数っていうのはもともと何か分数の形で書かれた式のリミットを取っているから、その名残が分かるようなこの DFDX みたいな記号を使った方が理論的な考察には向いている。で、計算するときはちょっと式文字数が多いからなんかごちゃごちゃしがち。だから、計算するときには使わない方がいいこともあると。で、こちらのもう一つの記号もそうですけど、文脈によって分かりやすい。どれも、どの書き方も正しいし、どれを使ってもいいけど、文脈に応じて分かりやすいものが違うということなんですね。だから適切なものを選んでください。だからこれを使えばいいとか、絶対これを使えばいいとかじゃなくて、正しいものがいくつかあって、でも文脈に応じて分かりやすいものが違うから、最適なものを選んで使ってねと、そういうことなんですね。はい。で、特に微分係数の書き方として、DFDX とか、これとかが少し分かりにくいと思うから、次のスライドで少し説明します。はい。で、記号 DFDX とか DYDX、または分数の、本当はこれ分数じゃないんだけど、分数っぽく理解する、発音しても別に間違いではありません。ただし、これは分数ではなく一塊で、この場合だったら DF で線引いて DX、これで一つの記号です。一塊の記号になってる。ここではなんで D とかが出てきてんのって、D どっから出てきたとか、そういうことを説明します。まず、先ほどと同じ関数を考えてるんだけど、同じ絵を右下のところに書きました。で、X0 と X1 がこんな風にある。で、まず習慣で、X1-X0 のことをデルタ X と書くことがあります。H という文字もよく使うんだけど、ここではデルタ X の説明をしましょう。で、まずデルタですけど、このデルタは何なのかって言ったら、これディフェレンス。英語で言うと差ですね。差を表すアルファ、記号です。ディフェレンスの D っていうのは、ギリシャ語文字で対応させるとデルタなんですね。で、その差を表すよっていうデルタの記号です。で、変数 x に関連する差を表すよっていうことは、だからこの x の値の差ですね。で、具体的には x1 と x0 の差をデルタ x と置くと。そういうことなんですね。で、差を取るとき、なんか小さい値っていうのをなんとなく念頭に置いてるから、小さい値を表すことが多いけど、大きい値のこともある。です。注意すべきことは、x にデルタがついてるんじゃなくて、デルタ x という一つの塊、記号です。で、絵で書くと、この部分がデルタ x、右下のところですね。ここですね。x 軸上にデルタ x を表現すると、この部分がデルタ x。場合によっては、実はこれ負の値にもなるっていうのもちょっと注意してください。で、微分係数の定義ですけど、微分係数の定義は次のように書くこともできます。もともとの定義は、fx1-fx0。これを考えてたんだけど、この x1 ってどんなふうに右下のところで表現できるかというと、x0 たすデルタ x って表現できますよね、当然。絵を見てもらったらわかるけど、x0 たすデルタ x イコール x1。だから、微分係数の定義から x1 を消しましょう。はい、そうすると、このようになる。分母はこのようになるし、じゃあ分子はこのようになるし、分母はデルタ x になる。で、さらにリミットを取るとき、a1 を0に近づけてたけど、それはデルタ x を0に近づけると。変化の具合を0にして X にか、変数 X の変化の様子を0に近づけるとやってもいいわけですね。で、こんな風にも書いていいけど、これ分子のところは関数 Y の変化の具合だからデルタ Y と書くこともある。で、同様に、
F っていうのは変数 y でも表現されるから、変数 y の変化の様子としても理解されるから、デルタ y とも書く。はい。です。で、リミット取ってるわけですね。で、このように書けるから、もともとは、このデルタ x 分のデルタ y とか、デルタ x 分のデルタ f とか、こういうもののリミットを取ったから、リミット取った後も、その名残を残そうっていうことで、dfdx とか dydx とか、記号を使ってるということなんですね。で、d はどこから来たって言ったら、そのディフェレンス、差ですね。デルタに対応するものをなんとなく記憶したいから、対応するアルファベットで、こう、dfdx と、こんな風に書いてるわけですね。そうすると、定義がなんとなく記号のところに定義の名残が見えてると。分数、もともと分数だったよっていうのが分かるように書いてるということなんですね。はい。だから、まあ、この書き方するともちろんメリットはある。式が複雑、ちょっと冗長になってるけど分かりやすくなることもあるということです。例題、これ大切な例題だから、まあ、これ一応説明すると、fx イコール x の2乗の点 x0 での、点 x での微分係数を求めようという問題を考えましょう。で、これ高校の時にもちろんやって、これは簡単なやつなんだけど、考え方に関してはちょっと分かりにくいところがあるので説明します。何が分かりにくいって、点 x での微分係数を求めろ。x イコール1かもしれないし、2かもしれないけど、まあ、どこかの点 x というところで微分係数を求めてくれと。これ変数じゃなくて定数です。で、一方で、この関数の定義式に出てきた x は、こちらの方では変数です。はい。ここ分かりにくいところ。で、実際計算しましょう。点 x における微分係数、これを計算すると、定義に従って計算すると、こんな風になりますね。まず x からちょっとだけ数値が、まあ、ここでは h を使う、数値が変わった時の関数の値。それが x 足す h の2乗ですね。で、それ引く、関数の実際の値。x における関数の値。それは x の2乗。で、分母のところはどんだけ変数をずらしたかだから h。もちろんながらここデルタ x と書いてもいいわけです。まあ h と書くことが多いからここでは h とした。それでとりあえず計算したら、これは当然ながら 2x となります。で、ここのところは問題ないんですよね。で、だから点 x でのにおける微分係数は傾きを求めたら 2x になる。で、ここ注意ですけど、2x っていうのは実数です。ところが、今、x っていうのは特定の点じゃなくて、1だったかもしれないし、2だったかもしれない、3だったかもしれない、100だったかもしれない。ってことは、こう x の値が1だった場合の、傾きは2になる。2だった場合は傾き4になる。3だった場合は傾き6になる。ってことは、これ、あたかも点を一旦止めて、で、また動かしてっていうことをやってるから、これ変数のようにも見えるわけですね。どんな値でも代入できてるように見えるから、これ変数として見ることもできます。だから変数として見たら f'x イコール 2x、 これは関数に見えるわけですね。先ほどは特定の点での微分係数を表してたけど、これ変数と思って何か代入できるものと思ったらこんな式になる。で、このように関数として見たときは fx の同関数と呼ばれます。で、そしてこの関数の名前は f'x となるということですね。だから、この x を最初は点として固定された実数と見るけど、不特定のどこでも表しうる特定の点みたいな感じにして、で、微分係数求めた後変数として見直すという、これすごくややこしいことをやってます。で、ここのところ、高校の時には曖昧にしてる人が多かったかもしれませんが、ここのところちゃんと理解すると、まあ、数学の理解が深まるという感じですね。ここちょっと難しいとこです。で、ここ、次は、
力学への応用があるけど、ここはもう時間の都合で今日は無理。で、最後、逆関数の微分公式、これですね。はい、それで定理ですけど、1、2分ぐらい延長します。y イコール fx という関数が、まあ、体育館 AB で、微分化の競技単調像下で、関数の方、値が正、あ、微分が正だったとしましょう。あと、まあ、グラフを書いたら、関数のグラフが右肩上がりになってるよと。まあ、こんな理解で十分です。こんな感じになってたときに、まあ、逆関数が存在するわけですね。で、さらにここでポイントは、まあ、微分の条件をつけとくと、逆関数も微分可能になる。で、その時、逆関数の微分はどのように求まるかというと、つまり変数 x を y で微分すると、ちょうど分母分子を dx で割ったようなものになると。で、こんなふうな公式が成り立ちます。で、これどういう、で、ちょっとここのところは説明を省略しますが、これどういうことかというと、元のところの普通の微分、点 x0 での微分っていうのは、x0 ここだったら、x の値がちょっとデルタ x 動いたときに、関数の値が、まあ、デルタ y 動いて、そのデルタ x 分のデルタ y、それの極限を取ったものが微分の値なんですね。じゃあ一方で逆関数の微分ってどうやって求めたらいいかというと、今度対応が逆対応なんですね。じゃあ関数がちょっと動いたとき、で、さ、ちょっと動いたときに先ほどのデルタ y を使ってあげると、ちょっと関数が動いたとき、デルタ y 動いたとき、x の値はデルタ x 動く。だからデルタ y 分のデルタ x になるわけですね。で、極限取る前だったら分母分子、両辺でデルタ x 割ることができて、そうすると元の関数の微分が見えてて、で、さらに今単調増加だから、x がちょっと増えたら y もちょっと増える。で、x が増える量を0に飛ばしたら y が増える量も0に飛ぶ。逆に y が増える量を0に飛ばしたら x が増える量も0に飛ぶ。だからリミットここデルタ x が0に飛ぶと書き直してよくて、で、さらにそうすると、ここの微分が、分母のところにオリジナルの微分係数が出てくるということですね。で、最後、このデルタ x が出てきたらちょっと嫌だから、それを、あ、デルタ、あ、じゃあ、x0 が出てきたら嫌だから、最後ちょっと文字を書き直してあげると、微分公式の出来上がり。で、これが分かれば、練習問題解けると。ね、ここが解けると、ここがスムーズに分かると、高確率で数学1単位を落とさないということになります。